久保さん、食品ロス、大量ですよね、日本って。でも食品ロスってなんで食品ロスになるんでしょうかそれは安いものを大量に作るからですよね。どうでしょうか <laughs> 安いものを大量に作る。大量に作らないと安くならない。大量に作るから物が市場に溢れる。そして、ロスになる。何なんですかね、これね <laughs>。 必要なものを必要な価値で買えば多分良くなると思うんですけどね <laughs> うんまあ現状としてまああの日本の国だったりとか会社だったりとか社会だったりとかあのー、そこにね不平不満言ったとしても何の解決にもならないので自分が変わるしかないですね うんだから今日何か変わりましたっていうまあ少なくても久保さんと僕は今日も毎日変わり続けてます動画の本数が <laughs> もう日々更新してますよね動画の本数がねそうだから変わってない自分が変わらなければ何も変わらないので変わったものえ自分が何だそれを手に入れたいとかねえー人生変えたいとか収入上げたいとか あのいろいろあると思うんですけど、<laughs> 自分が変わる。これが一番シンプルでいいんじゃないですかね。うん。で、今日自分を変えたんですかと。まあ,あの、久保さんのもとにね、質問があったみたいですけども、まあ、その人は質問してるけど、やってること、行動してることは変わってないですよね。そう。まあ、と,とにかく、まあ、始めてみるしかないんですよね。で、僕が、まあ、これ、アーダーコーダー言われるんですけど、なんか、 僕が出した答えは行動からしか何も生まれないって僕はあ中心軸にそれがあります行動しなければ何も変わらないと、うん、でも多くの人は行動をためらうし行動しないし続けないしでも続けたその先にしか見えないものはあるしうん行動しなければその先に得られるものはないとでもこれがねもう 究極の事実だと思うんですよね。例えば、まあ、僕よく言うんですけど、布団の中にいながらね、何も行動せず、部屋から出ず、何もせず、宝くじ当たりますか宝くじ当てるということですら、ことですらですよ。 宝くじ売り場に行くという行動をしなければ当たらないだろうしネットで今買えるのか分かんないですけどネットで買うってことをしないと変わらないだろうし当てられないだろうしだからまあ何もしなければ何も変わらないんでそのままでいいんですかとでも変わりたいと思ってるんですよね変わりたいと思ってるけど変わ今日変える行動はしないと何なんでしょうかいってらっしゃい